大阪地疑問の吉とんでもない時に東京へ出てきたもんだな大きな田舎臭いカバンを下げたまま薄暗い新橋駅頭に降り立った稲葉武兵はそう言って妹の節子を振り返った ただだ。さえ、生まれてて初めての東京だそれがこんなに暗くちゃさっぱり見当もつかんよ田舎者には兄さんあんたがそんな心細いことを言っては私はどうしていいかわからなくなってしまうよ妹の節子も大きな風呂敷包みを抱えたまま怯えたような目つきできょときょと辺りを見回したちょうどこれから向かう 5日間にわたる防空演習の第1夜で、すでに警戒態勢に入っている町々はこれが東京かと思われるほどの薄暗さであったしかももう10時近くの時間も遅いせいか人通りも割に少なく時々自動車が遮光したヘッドライトを化け物の目のように光らせながら忙しそうに走り去るばかり風はそよとも吹かないが 霧が薄く降りているようだとにかく電車通りまで出てそこで人に訪ねてみよう島地さんの家は日本橋だからそちらの方へ行く電車へ乗れば行けるわけだどうも防空演習の東京へのこのこ出てこようとは思いがけなんだだからやっぱり出かける前に島地さんのところへ手紙を出しておけばよかったのにね。 二人は駅前の広場を危うい足取りで横切ると新橋北口の電車通りの方へ向かって歩き出した何しろ2人とも生まれて初めての東京であるしかもその東京が明かりを暗くしておまけに不気味な薄切りまでかぶっていようというのだから心細いこと一通りでない多くもない通行人の姿も 霧を通して見るせいか、異様に大きくぼやけている。兄さん、もっとゆっくり歩いたよ。なんだか東京って、君の悪いとこね。まさか、追いはぎも出るまいがな。まったく、追いはぎは出なかった。がしかし、追いはぎの代わりに、この時兄弟は、とてつもない不思議な出来事にぶつかってしまった。 それは2人がキョロキョロと辺りを眺め回しながら大きな洋菓子店の前を新橋交差点の方へ曲がろうとする直前のことであったいきなり何を思ったか節子は歩道の上に立ち止まると「あれ?」と叫んで兄の武兵に抱きついた兄さんあれ何よあの音あの音聞こえるでしょ <laughs> 武兵もぎくっとなって立ち止まると、思わず目を見張り、耳を追ったてた。聞こえる。まさに聞こえる。いや、それは、聞こえるなぞという生やさしいものではなかった。はっきりと、2人の体を震わすほどに恐ろしい潮なりのような快音が、ゴゴゴーッと聞こえだしたのだ。武兵は、 慌ててたりを素早く見回したが付近の道路の上にも向こうに見えるガードの上にも薄切りこそはかかっていたがその時は電車はおろか自動車もオートバイも1台として通ってはいなかった風さえそよともせぬ静寂極まる霧の夜だったブフェは急いで空を見たがそこには 不気味な黒みを帯びた霧の夜空があるばかりで飛行機らしいものも飛んではいないその快音はそんなに離れたところから聞こえてくるものでは決してなかったそれは二人のすぐそばから聞こえてきたまるで絶対に人目につかない特別の迷彩でも施した戦車か何かが二人の一軒と離れない目の前を通り過ぎていくかのようであった 丸い血色のいい健康そうな節子の顔もいかにもお百姓らしい武兵のわから顔もすっかり血の気を失ってしまったしかしこの時その2人の驚きにとどめを刺すようなもう一つの怪事が間髪を入れず起き上がったというのはたった今姿なき快音にびっくりして武兵に抱きついた時に節子の手からそれまで 歩きながら顔の油を拭き取ろうとして持っていた23枚の花紙がひらひらと歩道の上に舞い落ちたのであるがこの時そのうちの一枚がこれはまたなんと風もないのに2人の眼前五、六尺の地上から空中へまるで見えない手でつまみ上げられでもしたようにふわふわふわっと舞い上がったかと思うと今度は 糸の切れたタコのように武兵の話す先へふわりふわりと流されてきた昔の階段にある風なきに自ら神が舞い歩くというあれとそっくりのやつであるしかもところもあろうに大東京の中心地銀座の近くで起き上がったのだ2人はぎょっとなると物も言わずに駆け出した 角を曲がるともう電車通りで数名の通行人にも自動車にも会うことができた新橋停留所の方へ歩くにつれてだんだん歩道も賑やかになったしかしたださえ生まれて初めてのそれも薄暗い十日下の東京でビクビクしている二人であるそれが状況早々とてつもない開示にぶつかったのであるから いくら人通りの賑やかなところへ来てもおいそれと振動の鼓動がやむものではない2人は交差点までやってくると折から通り合わせた警防団員らしい青年の一人にそそくさと方角を訪ねて日本橋方面の電車へ逃げ込むように飛び乗ってしまった電車が動き出すと武兵衛はほっとして節子の耳に囁いた、はあ驚いた 一体あれは何だろうななんだか知らないけど東京って随分怖いところだね私は急に心細くなってしまったわまったくだだがそんなに心細がっても困るよそんなんじゃこれから東京のお嫁さんにはなれないからなやっぱり島地さんには前もって手紙で打ち合わせておいて迎えに出てもらった方がよかったわね いやいや、島地さんがそんな打ち合わせに応じてくれるようなら、こんなにして押しかけてくる必要はなかったんだよ。とにかく会って話せば、あの人の気持ちも何とかわかるだろうよ。そして、電車が日本橋へ近づくにつれて、初めて見る大都会のさまざまな刺激のために、二人の頭の中からは、今しがた出くわした怪しい出来事の記憶は、だんだん、 霧の夜の幻ででもあったように影の薄いものになっていってその代わりこれから訪れようとする訪問先のことで頭がいっぱいになってきた実際2人はある大事な要件でもって上京してきたのだったこうしてそれから間もなく兄弟はどうやら無事に目的の家へ着くことができたのであるがしかし この二人の純朴なおのぼりさんが状況早々にぶつかった奇怪な経験は後になって数万の東京市民をある恐ろしい危険から救い上げる貴重な手がかりとなったのである島路君の災難稲葉武兵とその妹の節子が さっきからしきりに口にしていた島路さんというのはその名を楠ス島路と呼ぶ2人にとってはいとこにあたる青年でずっと前から節子を嫁に迎える話になっていたのであるがそれがどうしたことか約束の時期はとうに過ぎたのに何度手紙で催促してもうんともすんとも言ってこないとうとうしびれを切らしたきょうだいは両親の命に従って 遠い近畿の田舎から思い切って押しかけ談判にやってきたという次第その楠木島地君は日本橋のあまり繁華でないある裏通りで通勤の雇い婆さんと小僧さんを一人使って貧弱な大衆食堂を経営していた「吉野賢」と店の名前を染め抜いたのれんもなんだか薄汚くて暗い町の中でそれを探すのに 兄弟はかなり苦労をしたほどであった。おは、びっくりさせるね。こんなに遅く。こんな暗い湾にひょっこりやってくるなんて。なぜ手紙を1本くれなかったの。武兵衛さんもせっちゃんも人が悪いよ。でもまあよく来てくれたね。何もないがゆっくりしていってくださいよ。島地君はさすがにびっくりしたらしかったが、それでも心よくもてなしてくれた。 ししかし武兵は座につくや否や担当直入に用件を切り出した島路君は面食らって目をパチクリさせながら花嫁の押しかけ談判を聞いていたがやがて非常に真面目な顔になっていったいやどうも万人私が筆武将をしてしまったのが悪かったんですでもこれには大変な訳があるんですよ セッちゃんをもらいたいという私の気持ちは今も変わりはないんですが武兵衛さんも知ったの通り通り丸丁目の電車通りに店を持っていたあの時のままでいれば今頃はとっくにセッちゃんを迎えて平和に商売をしていられたんですがねそれが見つき前にとんでもない事件が起き上がってこんな裏町へ突っ込んでしまうことになったからというものは後から後から へんてこ,なことばかり続いて持ち上がって近かはら結婚どころか商売のほうさえもみが入らんほどなんですへえ、そいつは初耳だ島地さんの店が三月前に通り丸丁目から今のここへ変わったことははがきをもらって知っていたが そのことについて、そういう大変な事件とやらが起こっていたとは、何とも知らせてもらえなかったんで、全然知らないでいた。一体、それはどういうことが起き上がったんだねいや、全く大変なことでしたよ。東京では新聞にまで出てしまったが、あまりいい話ではないので、武兵さんやせっちゃんの方には知らせないようにしていたんですよ。がまあ こうなりゃすっかり話しますから、一つゆっくり聞いてもらいましょう。そう言って島次君はもう店をしまうと、自らこしらえた野食なぞを運んできて、さて次のような機会極まる物語をし始めたのであった。草の木島次君は田舎の新ルイナカまでも評判にされているような年の若いのに似合わぬ働き者であった。 田舎の小学校を出て東京のある大きな食堂へ奉公して以来十数年文字通り黒くなって働き続けおかげで2年ほど前には今の店のある近くに独立してささやかな食堂を営むことになったちょうどこの頃、小僧さんを雇いに田舎へ帰ったのだがその時節子を嫁にもらう話が持ち上がったししかし島地君は、 少し大きな野心を持っていてその野心が成功するまでは節子さんに待ってもらうことにした電車通りに店を持ちたい。それが島路君の野心であったそして働き者の島路君はとうとう今から半年前にその野心を実現させ見事に日本橋の電車通りへ 吉野家の暖の簾を下げることができた。二軒間口のささやかな家ではあったが、角店でなかなか繁盛した。よしよし、この調子で少し落ち着いたら、せっちゃんを迎えることにしよう。そう思ってその時を楽しみにしていたので。あるがところが。電車通りへ。開店してから3ヶ月ばかり経った頃。 ととうとう大変なことを起こしてしまったそれは中毒事件であった吉野県である食事をしたお客さんのうち38名という人々が帰宅後猛烈な急性超過たる用の中毒症状を起こしてそのうち約3分の1の人たちがかなりの重症にまで陥った島地君は青くなった。 無論警察からは直ちに調査されその結果吉野県で腐敗物を客に提供したことが明らかとなって10日近くの営業停止を食らった幸い中毒はかなり激しいものではあったが人命に関わるようなことはなく患者たちは一様に解放へ向かっていったが吉野県がこの過失のために受けた損害は徹底的であった 新聞には出されるし目に見えて客足は少なくなってしまったしそれまでかなり貯めていた儲けも患者たちへの見舞いやらおわびやら医療費やらでほとんど使ってしまった仕方がない。もう一度出直すんだ。そう決心して電車通りの経費のいる店を引き払って今の裏町へ引っ越した島地君ではあったが彼の心中には ののものではうかがい知ることのできない無念さがあったそれは何よりもいんくてははまずでなかんと常日頃から自らも信じ雇い人たちへも聞かせていた心情がそんな覚えもないのに図らずもぶち壊されてしまったからだ「礼大将あの富公のやつのしでかしたことに違いありませんよ」 だからあいつお店が休んでいるうちに逃げ出してしまったんですよあいつは全く衛生ということはかまわんやつでしたからね国から連れてきた腹心の料理見習いはしきりにそう言ってもう今はいない富子という臨時雇いの色の白い美青年の料理人を非難したそうかもしれないが今さらそんなことを言ってもしようがないよ 島路君はそう言って新規巻き直しの方に力を注ぎ始めたかの時々にぎやかな電車通りへなど出かけたりすると島路君は固くそう心に誓うのだった通り丸丁目の今まで吉野軒を張っていた店の跡へは ボンベーカリーという外人経営のしゃれたパン屋兼喫茶店がどこからか越してきて大分繁盛するらしく盛んにお客をドンとしていたところでこのまま住んでしまえば話は何でもなかったのであるがそれからひと月ばかりあとに大変な情報が島地くんの耳にもたらされたのである 越してきた喫茶店電車通りに店を開いていた時は吉野家の前世で給仕女の他に故郷から連れてきた腹心の正一と例の臨時雇いの富子とそれからもう一人昭夫という青年を料理場で使っていたこのうち富子は営業停止を受けている間にどこかへ逃げ出してしまいもう一人の明夫の方は 今の裏町へ突っ込む時に店が小さくなるからという理由で相談して転業してもらうことにした島地君はなかなか出来のいいその上頭のいい若大将でこの昭夫青年を転業させる時に退職金が少ししか払えない代わりに昭夫君の希望に従って彼を3ヶ月即制の東京機械校歩道所へ自分のところで一切世話をして入所させることにしたのであった。 この明夫君がある晩ひょっこり島次君を訪ねてきたのだ。ご無沙汰しています。実は今日は大変なニュースを耳にしたものですから、早速お知らせに上がったわけです。すっかり機械工の卵らしいテキパキした口調で二階へ座り込むと明夫君は言った。お,お、なんだれ大変なニュースというと。 実は、です。歩道上の仲間から昨日聞いたばかりのニュースですがお店にも関係したことですので早速秘密でお知らせに来たんですが。何この吉野県にも関係したニュースええー、そうなんです。と膝を乗り出して語った秋代君の話の内容こそ実に怪奇千万なものであった。 歩道場へ新しく入ってきた森田という男がある青山丸丁目の電車通りに福島館という宿や兼業の高等下宿を経営していたのだがその家に幽霊が出るということになって宿泊人が死産してしまったそれも裏2階に下宿していた若い男が最初に白衣を着た陰酸な幽霊に呼びやかされて気絶したことから 話に尾ひれがついて評判になり「化け物屋敷」「幽霊部屋」などという噂はしつこく言いはやされて商売ができなくなったそれで建物を売り払って森田君は転業しなければならなくなったのだが階談などということよりもむしろ奇怪な事実は「この科学的知識の発達した今日幽霊話などというたわいもない細工を執よに留付して立ち退きを余儀なくさせた」 何者かのであるしかも最初に気絶した男がどうやら吉野家から逃げ出した富子らしいということまた福島間の後にドンベーカリーという外人経営の喫茶店が店開きをしたということである最初に昭雄君の注意を引いたのも幽霊話ではなくドンベーカリーの開店という事実だった おやと思って根掘り葉掘り聞き出せば聞き出すほど疑問が深まった何かしらそこには得体の知れない奇怪な理由があるように感じられこの謎の解けない苛立たしさにじっとしてはいられなくなって島路君のところへ駆けつけたのであった疑問の S, <S、うん、なるほど妙だな。 すると外人経営の喫茶店が日本橋と青山に2件できたんだな島地君はすっかり乗り出してきたさあまだ他にもあるかもしれませんが私が知っているのは今のところその2件だけですなるほどうーん、ちょっと考えたくなるね日本橋の吉野家も青山の福島間も 両方とも妙なところから商売にケチがついて店を畳むするとその後へ両方とも言い合わしたように外人経営の喫茶店が座り込むうんなるほどちょっと妙だな妙でしょむやみに人を疑っちゃいけないかもしれないが私はそのことを森田から聞いた途端にこいつはひょっとすると 何かのからくりで吉野県と福島間の商売にケチをつけ、うまく後釜に入り込んだんじゃあるまいか。と、そんなふうに考えてしまったんです。ところが、例の逃げた富子をね、あいつがどうもこの陰謀の手先に使われていたんじゃないかと思われる不信があるんで、その福島間で、 一番先に幽霊を見たなんてバカなことを言い出した若い男の人相がどうやらこれが富子をそっくりなんです。どうも私はあの富子は横浜辺りの愛の子の不良で誰かに買われているんじゃないかと思いますね。どうもそういえばあの男妙に日本人離れのしたきれいな顔をしていましたよ。 どうも、これは大変なニュースだな。もし、キちゃん、お前の言う通りだったとしたら、これは大問題だ。俺は当然訴えて、今のところからボンベーカリーを追い出して、もう一度、吉野県を繁盛させにはならんよ。いや、どうもありがとう。しかし、これは、十分な証拠をつかんでからでないと、かえって大変なことになるだろう。よし、一つこれから、仕事の隙を見ては、密かに、 あのパン屋の尻尾をかぎ出し押さえつけてやろういやどうも実に大ニュースを教えてくれたねありがとうありがとうそれ以来島地君はがらりと人間が変わったようになってしまった故郷の稲葉家からはたびたび節子の嫁入りの催促が来るのだがろくに返事も出さないいやそれどころか商売にもあまり身が入らない有様となった まずたった1枚だけ持っている既製品の背広を着て時々電車通りのかつて自分の店のあった跡であるボンベーカリーへ出かけては2階の喫茶店であまり好きでもないコーヒーを飲むことにしたすると島地君は間もなくそこの給仕娘の一人からボンベーカリーの支店が日本橋のほかに青山と銀座通りと上野広小路と 浅草の菊谷橋近くとの3か所に店名は違うがそれぞれ電車通りに店を持っていることが分かった無論店主はそれぞれ外人で大体日本橋通りのが本店ということになって東京に合計5軒の店を持っているのであるこれだけのことを知ると島地君は今度は銀座と上野と菊屋橋へ出かけてその3軒の店について 順々に必要な調査を始めた今や島路くんは詐欺と復讐の鬼となったのであるさて調べてみるとその3件の店も全て割に最近開店したばかりであることが分かったそして3件ともやはり前に商売をしていた人が立ち退くとすぐ買い取ったり借り受けたりして店を開いたことが分かった島路くんは その3軒の店の以前に住んでいた人たちがどういう理由で立ち退くことになったかを異常な興味を持って付近の家の人たちから聞き出し始めたすると次のようなことが分かってきたまず菊谷橋近くのダンベーカリーの以前の住人というのはタクシー屋であったがこの家では 抱えている自動車のうんちゃんたちが一種のストライキみたいなことをやってみんな辞めてしまった給金を上げてくれというのではないからストライキのように不届きなものではないかもしれぬがとにかく一層いい収入の方へでも転業するのかみんな辞めてしまったそして新しく雇い入れるうんちゃんも誰かお客さんの中にでも先導するやつがいるのか雇われてきたかと思うとすぐ辞めてしまう こうして働く手足をもぎ取られたその店は自動車を動かすことができなくなってすっかり弱っている矢先へダンベーカリーが乗り出したらしい次に上野のサンベーカリーの先住者は理髪店であったがこれは以前から商売をやめたくて新聞の広告欄などへ譲り店の広告を出していたくらいであるから別に問題はないただ そのの店を譲り受けた人というのが、新しい床屋の看板をかけたままなかなか商売を始めずそのうちに気が変わったのか鏡や理髪剤を叩き打って店を投げてしまいその後へサンベーカリーが入ったというのであるそれから最後に銀座の店の先住者であるがこれは少し面白い最近流行りのル粉屋さんである ところがこの汁粉屋さんの汁粉の中からアブラムシが出てきたのであるそれが一度や二度ではない時々出るのであるさあお客さんの女の子たちが騒ぎだしたもっともこれだけでは店を辞めるほどのことにはならぬかもしれぬところが悪いことにはこのアブラムシ問題が23の新聞の投書欄で 無名の島しょかによってコっピどくたたきつけられたこれが致命傷ですっかり人気をなくしてしまったその後へ何故ぬ顔をして入ったのが銀ベーカリーであるどうやら富子のような住み込みのできる手先がもう一人くらいいるんだな。そいつが自分の世話をするシルコのなかこっそりアブラムシオのアゲコンデその一方 新聞へししたりしたりに違いない」なと島路君はにらんださてこうして3件の店の調べが終わるといよいよ島路君はこの外人経営の繁華街乗り出しの裏には悪辣な陰謀があったことを確信するに至ったのだところが残念なことには確かにそれに違いないとは思いながらも果たしてそれらの陰謀が間違いなく ボンベーカリーの手によってなされたものであるという確かな証拠はまだ一つもつかめないのであるちっ、富子の行方でもわわかかかれば、ひつかまえて泥を吐かせるくらいいけはないんだかなしきりに悔しがりながらもなんとか方法はないものかと考え続けたところが2日ばかりうんうん言って考え続けた島地君はふと自分の考え方に とんでもない間違いのあるのに気がついたおや待てよ俺は今までボンベーカリーが電車通りへ面したような繁華街へ乗り出すためにこういう悪どい陰謀を企ててきたとばかり考えていたがどうもこいつは間違いらしいぞそうだもしやつらがそれほどまでにして繁華街の店を手に入れたかったのならば上野や日本橋や銀座はいいとしても 青山や菊屋橋のようなあまり繁華街でもないところへ手をつけるのは妙だそれよりも新宿や神楽坂のようにもっと繁華な町がいくらでもあるではないかそうだそうだやつらは確かに盛り場へ出たいのが目的ではないんだこれはもっと別の目的でどうしてもこの5箇所へ店を持ちたくて観察を浪したに違いない ではその目的というのは一体たい何だろうこんな妙な五つの場所へ無理に割り込んでまで店を張って一体どんな徳があるというのだろう島地君はとうとう古ぼけた東京の地図を持ち出してきたそしてその地図の上の問題の五箇所のところへ丸をつけて考えてみたわからない今度は その五か所の丸と丸との間へ線を引いて五つの丸を結びつけてみたすると妙にゆがんだ英語の「S」というような字のようなものができた考えてみるやっぱりわからない島地君はついに商売の方もほとんど投げ出した形で頭ん中にその妙な疑問の S 字を浮かべたまま 二日三日三と過ごしてしてまった。そしてとうとう東京は第丸回目の防空演習に入りその第一夜の暗闇の中をおどおどしたような顔をしながらはるばる田舎からしびれを切らした武兵衛と節子がお嫁入りの押しかけ談判にひょっこりやってきたという次第であった美しき女店員 いやどうもとんだ長話でしたが実はそういったようなしだでつい心にもなくお手紙も書けなかったというわけなんですからどうかしからず勘弁してくださいそう言って長い話を終わった島地君は武兵と節子へ芯からすまなそうに頭を下げたうーんなるほどどうも聞けば聞くほど決っな話だね やっぱり東京は広いだけあって怪しげなこともいくらも起きているんだねそうだそういえばさっきわしたちも新橋の駅を降りて歩きかけたときにとても奇妙なことにぶつかったねとここで武兵衛は例の新橋の街頭における奇怪な出来事を思い出しそれを詳細に島地君に語り聞かせるのであった島地君は首をかしげながら 武兵の話す姿なき海音や前髪の甲をじっと聞いていたがやがて武兵の話が終わると急に笑い出しながら言った <laughs> なるほどねそいつはびっくりしたでしょうあいや田舎から出てきたばかりの人では誰だってびっくりしますよ私たちのようにしょっちゅう東京の町の中で暮らしている人間にとっては何でもないんですがねえ な何でもないんですよ。それはね、きっとあなた方はその時地下鉄の廃棄口というか息抜き穴の前に立っていたんですよ。ちょうど新橋のあの辺の下には地下鉄が通っていますからね。初めて東京へ出てきたばかりだし、おまけに薄暗い町だったんで全然気がつかなかったんでしょうが、地下鉄の廃棄口というのは、 歩道の隅に畳を縦に23畳つないだ広さで細長く口を開けているんですがこれに歩道と同じ高さで頑丈な鉄格子の蓋がしてあるのでちょっと東京の人間でも気がつかないくらいですよきっとその排気口のそばをあなた方が通りかかった時にちょうどまた下を地下鉄が通りかかったのでそれで 全然姿の見えない怪しげなごう音が聞こえてきたんですよ。おまけに排気口ですから、外には風が吹いていなくても、その穴の上だけはいつも多少の風は吹き上げているわけですから、その上、せっちゃんの鼻紙の一枚が偶然落ちて、ふわりふわりと舞い上がったというわけなんでしょう。はっはっはっはは。いや、まったく何でもないんですよ。 それにそういう廃棄港は新橋の底だけにあるんじゃありません銀座にも日本橋にも上野にも東京中の地下鉄の沿線には無数にありますよとここまで言いかけて島地くんはなぜか不意に口をつぐんでしまった妙なことが起き上がった島地君の顔色は、 っったた。のかみるみるるわってきたまるで自分がうっかりしゃべった言葉の中から新事実の発見をでもした人のように目ばかり異様にギラギラと輝かしながらじっとあらぬ彼方を見つめていたがやがてポンとばかり手をたたくといきなり叫んだわかったわかった疑問の S 字の意味が分かった 何が分かったのかねいや、大変なことが分かったんです。武兵さんの話のおかげで分かったんです。ちっ今までこいつに気がつかないなんて、なんて俺もぼんやりだろう。いや、他でもないんですよ。さっき話した疑問の S という字の形の意味が分かったんです。あれは、ちょうど東京の地下鉄線の形と同じですよ。つまりさっき言った、 あのボンベーカリーという怪しげなパン屋の5軒の店は5軒ともちょうど浅草から上野日本橋銀座青山を通って渋谷へ抜ける地下鉄の沿線の上に立っているんですうーんこいつは大発見だしかし待てよパン屋と地下鉄と一体どんな関係がある 分からん。さっぱりわからん島地君は考え込んでしまったがふと何かを思いつくと急に目を輝かしながらああそうだもしあのボンベーカリーが外国のスパイなんかだったとしたらどうだうん、そうだとするとどうも何かありそうだぞいや確かに怪しい話だ だがしかし、どうもこうなると、何かありそうでもあり、なさそうでもあり、こちトラの頭には、荷が勝ちすぎて、さっぱり判断もつかん。うん、そうだ。こいつはどうも、いっそ傍聴会の人にでも訴えてて、相談したほうがよさそうだぞ。そうだ。そうするほうが安全だ。島地君はとっさに決心した。よし、こうなりゃ、前後は急げだ。 明日の朝早速出かけよう。というようなわけでその翌朝早くからあっけに取られている武兵衛と節子に家を頼んで島路君は丸の内発酵ビルの国民傍聴会へやってきた国民傍聴会といえばすでに読者諸君もおなじみの通り最近1年足らずの間に 八次早に数々の大事件に関係してその会話を発揮して以来急に有名になってきた愛国青年探偵横川帝介氏の指導する我が国唯一最大の民間傍聴機関である事務所の扉を開けて島地君はさすがにいささか硬くなって訪れると防空演習中のこととて特に早くから出勤していた所長の横川氏は早速会ってくれた。 いのこニコニコとひとらつっこいををかべながら椅子を進めると早速気さくくなでんは今までの一切の出来事を最大漏らさず説明した横川帝介氏はじっと腕組みしたまま島路くんの話を傾聴していたがだんだん話が終わりに近づくにつれ 何か非常に大きな感動を受けたらしく、しきりにそわそわし始めたが、やがて話が終わると、すっかりキビキビした調子になって口を切った。いや、よくわかりました。あなたの努力を感謝します。確かにこれは重大事件です。よく知らせてくれました。むろんそのボンベーカリー系については、当局にしても傍聴会にしても、 他の在留外国人同様に一様の調査はしてあるんですがそれによるとあのボンベーカリー系の5人の経営者はすべて海の向こうのマル人ですが非常な親日家で最近自局の緊迫化に伴って本国大使館からの引き上げ勧告もあったんですがそれさえ拒絶して自分たちはあくまで愛する日本にとどまって日本国民と共に暮らすのだ。 とまあ、そういうことになっているのですがあなたの話でこれがすっかり怪しげなものになってしまいました。もろん外人の中にも真に日本を理解して日本の力になろうとする人たちもあるんですから外人といえば片っ端からこれをスパイシーするようなことは大国民として慎むべき態度ですがしかし油断だけは 決して誰に対してもしてはならないわけです。もしあなたの場合のように少しでも怪しげなこれはというような根拠をつかんだような場合は絶対に躊躇すべきではありません。いやあ、たくよく知らせてくれました。私たちはこれから直ちに徹底的な調査を始めます。それであなたにもいずれまたお目にかかれると思いますが。 事件がすっかり解決できるまでは、この問題は絶対秘密にしてもらわねばなりません。わかりますね。いや、どうもありがとう。横川氏は、そう言って島路君の肩に力強く手を置いた。こうして、5件のボンベーカリー系に関する機械な問題は、島路君の手から、がぜ国民傍聴会の手に移され、 横川氏の指導によって直ちにその日から迅速果敢な徹底的調査が開始されたまず日本橋のボンベーカリーの店頭にちょうどその日の朝までぶら下がっていた女店員募集の札がひょっこり外されると昼ごろから非常に美しい1人の女店員が新たに入店したらしく喫茶室に顔を見せるようになった誰あろう 傍聴会のの一点、横川氏の女秘書柴谷子さんである。ちょうど募集の出ていたのを利用してまんまと喫茶ガールに化け込んだという寸法夕方になると大勢の客たちに混じって一人の青年がまずうち見たところスポーツ好きの会社員といった風妻の青年がやってきて喫茶室の一隅に席を取り パンとコーヒーを注文してさりげなくあたりへ鋭い。一別を投げかける。これまた誰やろう。傍聴会切手の猛者柔道五段の赤石鉄平君だ。すると柴田に菊古城を扮するところの美しき女店員がやってきて、注文の品を鉄平いや青年客の前へ並べ、ついでにサラサラと書き下ろした。勘定書きの伝票を卓上に伏せると。 いとも見事な水草さでさっさと引き上げてしまう青年客はかれこれ二十分ばかり粘るとやがて物うそうに立ち上がって伝票をつかみながら店先の勘定場の方へ歩いていくところが青年客が手にした伝票というのは実は二枚重ねになっていてそのうちの一枚はいつの間にか青年のポケットへ滑り込んでしまい 残りの1枚がバラ線と一緒に感情台へ載せられる謎ということは誰も気がつかない店を出ると青年はいや明石君はそのまままっすぐ丸の内発酵ビルへ駆けつけるもたらされた伝票の上に鉛筆でさらさらと書かれた文句を読み終わった横川氏はご苦労この調子で23日続けてくれたまえ 何、二日か三日で尻尾をつかむよ他の四軒の方は他の連中に任せておく恐ろしき陰謀こうして早くも三日目になると果たして横川氏の狙い通りすっかり有力な情報が整ってしまったそれによるとまず ボンベーカリー系は5軒ともそれぞれの店の奥に小さなパン工場を持っていて各自の店でパンを作っていること工場の下には地下室があってそこに材料の小麦粉やパンダネが貯蔵されているがこの地下室へはパンダネである酵母の貯蔵に特殊の注意がいるという理由で店主以外は入れさせないこと日本橋店の主人公レッド・バトラーの両手を見るに パン屋の親父にしては少し,不しくれだっててて、は少不っい肌が荒れすぎており洗濯物の中に混じっていたレッドのフルズボンの膝のところが土で汚れていたこと小麦粉ではないですぞなおこの機械な土は5軒の店が共同で材料仕入れに使用するオート三輪車の箱の隅にもわずかながら残っていること5軒の店の店主たちは毎月1回ずつ 営業成績報告のためと称して日本橋店に会合する習慣になっており今月分の会合は実に今晩8時ごろより行われるはずであることなどなど以上である画前、傍聴会本部は色めき立った警視庁としきりに電話の連絡がされるやがて夜が来た 航空演習もいよいよ最後の日程に入り想定は一段と実践化して暗安たる東京の夜空には不気味なサーチライトがしきりにひらめき鉄器はまさに太平洋岸に迫らんとするその東京の野暗を塗って紅葉のマークをヘッドライトにかぶせた数台の自動車が日本橋通り丸町目へ向かって失走し始めると10分後には ボンベーカリー日本橋本店に水も漏らさぬ包囲陣が敷かれた遠くで校舎期間中の活発な音が起こったボンベーカリーの2階の喫茶室へ横川明石その他を先頭にする数名の私服が三三午後何食わぬ顔をして入っていく空襲かといえども時刻は早いのであるから完全に遮断された室内ではまだ営業を続けている 古城の女店員がコーヒーと一緒に伝票を卓上に伏せる一行は立ち上がって階段を降りると外へ出ると見せてつかつかと奥へ走った流れる殺気途端に工場の2階から土星と共感パンパンピストルの音だメリメリドスンとはしごを響かせて工場へ転げ落ちた一人の若気男が 地下室の扉へ焼夷弾をた,たきつけた爆発発火炎上恐ろしい混乱がやってきた屋内の男女は金切り声を上げて逃げ惑う分けてもひどいのは表2階の喫茶室にいた連中だ茶碗や皿を投げ出すと顔色を変えて我先にと階段口へ殺到する 押し合い、もみ合いガラガラと手すりが壊れて絵画へ転倒する男女あとで分かったことであるがこの時3人のけが人が出た兵祖はバスを待つためにきちんと一列に並ぶことのできるあの訓練された市民の中からであるしかもこの火が至るや焼夷弾その他の攻撃から直接受けたものでは決してなく それを避難せんとして出焼ローしたそのためにこそ起き上がった3階なのだところで一方工場の方ではこの時不思議なことが起き上がっていたいつの間にどこからかやってきたのか頭巾にモンペ姿のりりしい婦人をも交えた一軍の軽装した人たちがずらりと並んでこれはまたくそ落ち着きに落ち着きながら確実敏昇な動作で 水の入ったバケツや消火弾を手送りしている隣丸町目第丸隣組防火軍の人々だその沈着果敢な動作と真剣な目の色の中には演習も実戦も区別はない果たして効果はて面。さしサシモの火星もみるみる衰えて大事に至らず消え果ててしまったところでもうこの時には 5人のスパイたちはとっくに取り押さえられて自動車でどこかへ運び去られてしまい横川氏と23の主だった係官たちは焼け落ちた扉口をくぐって地下室の奥深く入ってしまっていた作者も急いで追っかけようまず地下室は思ったよりも広く八畳間くらいあって倉庫らしく小麦粉を入れた袋やその他の品が一面に積んであり突き当たりの壁の隅に。 どうやらこれは仕掛け道らしい小さな口が表通りの方角へ向かってぽっかり開いているその中へ入ってみるとなんとそれは壁から向こうの大地の中へ掘り抜いた狭い地下道だ真っ暗闇でおまけに下り坂と来ている構わずどんどん入っていくと五六軒も歩いたかと思われるあたりでもう行き詰まっている 地下道の正面にはなんと厚いコンクリートの壁が現れてその前で懐中電灯をつけながら横川氏は何かしきりに説明をしている見ると正面のコンクリートの壁の中ほどに最近開けたばかりらしい人間の頭が入るくらいの穴が口を開いているかなり深いらしいところを見ると壁の厚さも察せられる 横川氏が言った。皆さん、ここの位置がわかりますか？そしてこのコンクリートの壁は何だと思いますか？そうです。お察しの通り、ここは電車通りの真下で、この下は地下鉄の壁ですよ。いやつらは五人とも恐るべきマルコクの破壊暴虐犯で。 まずこの地下鉄に目をつけいろいろな観察を呂して5人の全住者を追い出しそれぞれの後釜に入って5軒の店を開くと巧みに新日喫茶店に化けて営業を続けながらも実は本当の仕事として毎晩夜中にこの地下道を掘り続けていたんです無論工事の遅速はあるとしても 他の四軒の店の地下でもここと同じことが行われていたんです。そして長くもない距離ですから、まもなくこの地下鉄の壁にまで行き当たると、ドリルで壁に穴を開け始めたんです。横川氏はいつの間にかどこからか探し出したらしい鉱山用の小型ドリルを持ち上げてみせた。無論このコンクリートに穴を開けるときには。 地下道とは違って激しいドリルの機械音がしますからひょっとしたら壁の向こうの線路を甲府でも通って怪しまれたりすることのないようにおそらく向こう側を電車が轟音を立てて通過する時にだけ仕事をしただろうと思いますねところでじゃあなぜやつらはこんなところへ穴を開けていたかと言いますとそれは この穴から地下鉄の中へある時期に毒ガスを注ぎ込むためなんです。ちょうどドイツ機の空襲下におけるロンドン市民が地下鉄へワンサと避難したようにもし東京が空襲を受けるようなことがあれば帝都の市民もきっとこの地下鉄へ避難するでしょう。その時にこの穴からいや5箇所に焼けられたこのような穴から 猛烈な毒ガスを注ぎ込んで一挙にして地下鉄前線を恐るべき墓穴と化そうという目的なんです恐ろしいことを考えたものだそうそうさっきあの地下室の倉庫でご注意申し上げたでしょうあの小麦粉の袋の肌へ×印を書いたやつが10袋ばかり一番奥の方に大切そうにしまってありましたね あれがおそらく後で調べれば分かりますがその時使う毒ガスの材料だと思いますそして無論あのレッド・バトラーを主界とする5人のスパイはその時期まで断固として日本に踏みとどまろうとする決死体なんでしょう恐ろしいことですこれでこの悪辣な一味の陰謀は未然に防がれたわけですが 今後とも私たちはお互いに油断なく警戒して私たちの帝都を守らねばなりませんね。そして同時に隣組や家庭で作る防空壕をもっともっと尊重しなければならないわけですね。おや電車の響きが聞こえだしましたね。一つこの穴の向こう側にはめてある蓋を取ってみましょう。 しはぐいっと乗り出すと穴の中へ片手を突っ込んでどうやらコンクリートで作ったらしい丸いふたのようなものを抜き出したすると冷たい風がさっと吹き込み同時に激しい轟音が穴の中から飛び出してきたと急に穴の向こうが明るくなったと思うと次の瞬間ものすごい風を投げつけながら 地下鉄電車の屋根らしい黒いものがガーッとばかり穴の向こうを通り過ぎてすぐまた元の闇に戻っていったもうあれから数か月が過ぎてしまった事件はすっかり肩がついて例の臨時雇いの富子はもう一人のスパイの手先と一緒に 横浜外人街の怪しげな巣の中で捕らえられてしまったし島路君も中毒事件の冤罪が晴れて念願通り今は再び電車通りへボンベーカリーの後へ新しい店を開いてすっかり繁盛しているいやそればかりか吉野家ののれんの陰からは赤いたすきをかけたせっちゃんの初々しいズ妻姿がちらちらと見えるのである 何しろまだ田舎から出てきてほんの少ししかたっていないのであるから気持ちだけは一生懸命でもどうも忙しい吉野家のおかみさんとしての働きぶりはまだまだ十分板についていないようだがしかしこの通り丸丁目の隣組のおかみさんたちの中ではせっちゃんはすっかり人気者になっているというのはこないだの組の大家さんが広くもない庭の一部を提供し みんなで隣組の防空壕をこしらえた時にはしやスコップの扱い方にかけてはおかみさんたちの中で「せっちゃんが一番遠にいっていたからである」。